かった。ちょっとここ勝たせてくれ。勝てば絶対に上がる順位。頼め。なるほど。シザリがやべえぞ。シザリはやばい。シザリはやばいぞ。これで行くしかないな。はい、はい、対戦よろしくお願いします。あ、でも声が喉がガラガラだ。今日一生実況してたわ。一生実況何時間やったんだろうな。ずっとねこのぐらいの順位でやってたんですよ。ずっとじゃないか、スタートは500位ぐらいだったかな。500位とか300位ぐらいで地ざり来るよな。まあまあこれワンパンはされないから、ドクドク身代わりされたらもう終わりだわ。終わり。いきなりダイマックスもあんのかねこいつ。ドクドクで畑から来るとは思うけど、まあ、続きの前からの可能性があるから、ここちょっとドクドクから入りますわ。ただの畑も相当痛いけどな。あ、まあ、続きの前だね。ここドクドクから入ってよかったけど、ラムとかだと終わる。なんでこういうさ大事な一緒の時にやべえポケモン来んだ。シザリがポケモンマジでやばいんだって。頼む、ラムじゃありませんように。弾だろこいつ。よしよしよし、ドクドクが入るんだったらまあいい。これドヒドイでダイマックスも一向だなマジで。畑、はい、いや、やるしかないか。こいつの畑を頼りでダイマックスしないといけない。ルオウもこれ剣の舞はなかったことになるけど、めちゃめちゃ痛いんですよこいつの畑。だからこれやるしかないわ。最悪ドヒドイではここで HP が消耗しても再生力で HP 回復させて TOD の頭数に加えられるから、ここでまあ多少消耗してでも強引にこいつを倒す方が優先だと思う。ほらな、このこれでこの半分も入るんだよ。だから次からはパワーがちょっと下がるんだよね。適応力が強すぎんだよな。最悪ドクドクで相打ちに持っていきたいから、ここは大ウォールだね。これ引いてくればあるかな。引いてきたら相手続き前なくなるからな。それはそれで助かるか。剣の舞。おい、やべえわこいつ。こいつやべえよ。これどうしよう。だドヒドイでは残さないといけない。誰だ殺していいポケモン。死んでいいやつ誰だ。いやでもこの中だったら結局これヒヒダルマがいる場合にドヒドイでがいないとなんだ連打されて終わるんだよ。だからここはでもヌオがいないと、いやヒートロトムはもう大丈夫と考えよう。ヌオここで技し、いやこれね大ボール2連続も考えたけどさすがにリスクが高すぎる。ドヒドイで残さないとヒヒダルまでのつだら落とし食らうだけで死ぬからダメだ。ヌオこれ耐えるしね多分。あ、こんな耐える、よかった天然ヌオちゃんちゃんと連れてきてて。こんな耐えるか、オッケー。こんな耐えるんだったらいいや。なんか前もっとやべえダメージ入った気がしたけど、よしよしよし、これでまだ戦えるな。ここからの相手の立ち回り次第だけど、だ残飯とヘドロ落とされたのは結構致命的ですね。ドラパルトか、こいつがダイマックスしてくるのかな。まあ何しろドクドクでいいや。鬼火たたり目方が一番楽なんだけど、まあ、やってくんないだろうな。ダイマックスしてきたね。このダイマックスを枯らしてなんとかするゲームよ。でもこれヒートロトムなのかもね。ヒートロトムは一応ねあいつもドキドイでもそんな不利ではないからなんとかなるかもしんないけど、悪巧みとかあるしね、ちょいきついんですわ。ここ一発耐えてほしいな。でもこれ死にそうだな。大フォロー
毒毒言いたいけど厳しそうですね。耐えてくんないか。耐え、偉すぎるこいつ。ルオお前 MVP だよ、うちのチームの。当てろ。オッケー。さすがにラムドラパはいないだろ。よし、マジで偉い。生き残るんなら残しておいてもいいけど、いやいいか。自己再生だな、生き残るんであれば。大ジェット、はえー、そういうやつか。スバーサップでもぶっちゃけどうでもいいよな。ここはアーマーガーかとひどいでも出したいけど、防御ダウンがやっぱ痛いよね。だからアーマーガーだな。でもラストロトムの場合はバニーとひどいでを残しておきたいんですよね。ここは羽休みするんですけど、ダイバーも打ってくるかな。でもダイジェット、ああダイバー持ってんだ。ただこれタラップが発動したのはまあまあ大きい。はい、タラップ発動してるけど、これあれだな、ヒートロトムに控えるとさすがに耐えないから。これタラップ発動したけどドヒドイデに引いた方がいいかも。ドヒドイデとヒートロトムの対面だったらそんな不利じゃないですよ。身代わりとかもあるけど、やれなくもないぐらいなんで。これドヒドイデに戻すか。やけどとか嫌だけど、それはもうさすがに考慮できないからな。ロトヒートロトムいなかったいなかったで別にいいんだね。ここですぐにヒートロトムに戻される可能性とかも考えて、これでいいと思うな。相手交換してない。 OK、 交換しないんだったらそれはそれでいいや。火炎放射とか大文字だろうし、大文字焼けんなよ、焼けんなよマジで。およしよしよし。でここは丁寧に再生しよう。こいつヘドロがもうなくなったから、自己再生トーチカとかする必要ないですね。ドラゴンアロー、まあさすがに耐えるっしょ。あ、全然耐えるわ。さすがドヒドイで急所が怖すぎるわ。で HP を満タンまで持っていってヒートロトムに毒毒入れて勝つしかないんで、もうここまで来たら丸だくみがあった場合はちょっと怪しくなるな。ここから時間かけるか、ちょっと時間かけ気味に行こう。悪だくみにされて一気に殺されるときに時間切れで勝てる可能性が出てくるから。例えばだけどドヒドイデの場合はトーチカを押してアーマーガー捨ててトーチカやるだけでまあまあ時間稼げるんですよ。しかも、ね、アーマーガーが死んでドヒドイデを選択するまでにも多分選択時間が生まれるから、多分3分かうまくいったら4分ぐらい稼げる可能性があるんで、ここは時間を使う。で自己再生でいいね。これがヒートロトムじゃなければもうほぼほぼ勝てるよな。ヒヒダルマに無限にひるまされない限りはいける。で自己再生ドラゴンアロー、まあこれは大丈夫だよ。で HP 多分満タンまではいかないけど、まあだいぶ回復できますね。ロトムのまあ技を一発耐えられるぐらいには回復できるんで。だけどこれヘドロなくなったのがすげえ響いてんな。あの回復がないのが相当きついぞ。多分ヒートロトムだと思うんだけども、どうでしょうか。だよな。これも再生からの方がいいか。悪だくみない場合はこれ再生エンダーでいけるから、あった場合はどっちにしろ一発耐えなきゃいけないし、あ第3弾は使えないから、そうだね、ここ毒毒じゃなくて再生からだわ。再生をここでワンパンは絶対されないから、メガネの場合されるか。メガネの場合されるけどそれも無理なんで諦めます。メガネは最初から無理だったんで諦める。
それはもうルオを残せなかった、僕も負けなんでね。ここは自己再生10万ボルト、オッケー、これはメガネじゃなければ耐えられる。よし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 、悪巧みは見てから考えよう見てから考えるけど、ここでしてこないってことは多分ないと思うんだけどな。ここトーチ化しますか。トーチ化再生、トーチ化再生を繰り返すだけだな。悪巧まれたらもうやばいわ。3連トーチ化とか決めなきゃ勝てなくなるわ。だから時間を使ったら多分これ正解なんだよ本当に。このロトム倒せないから。自己再生からの方がいいかな。ここ割と神の可能性ワンチャンあるよな。自己再生にしようか。ワンチャン割と神の可能性あるわこのターン。10万かだったらトーチかだったけど、これはもうさすがに割と神ないんで、次からはトーチか再生でいい。お前マジ頼むぞ、ここお前マジでやってくれたら。ちょっとこれどうしたらいい。トーチ化する。お前マジでやってくれたな、ドヒドイで。うわ、トーチ化しなかった俺への戒めか。何が勝てる。アーマーガーが一生跳ねして耐えれればなんとかか。考えろ、こうトーチ化する。2連トーチ化がないと無理だなこれうわさっきのターンと、いやね、悪だけ見る場合はあの HP 満タンにしないと次耐えなくなっちゃうんで必要だったんですよ。こうトーチ化決まったよ。ここは決まるか。あと3分もしのげんのかこれ。あと3分でまだ出てないよな。出てました？出てないよね。いや、考えろ。2連トーチかがないと勝てないよなこれ。ポケモンの頭数で勝つか。なんかあるか方法。再生力でドキドキ回復させる。死に出しアーマーガー絶対負けだよな。うわマジで最悪。ここでもアーマーガーしかないわ。頭数で勝つしかない。あれ時間足んなかった、マジか。やべえ、ランジいった。まあまあ仕方ないな。これ半分しか入んなければ跳ね休めれんだでワンチャン勝てるか。うわ半分以上どう考えても入ってますわ。うわマジか、壁が高えよ。で10万の PP から勝つ可能性があるから跳ねれんだな。だって TOD 狙わないで、もう僕で狙うのやめたわ。君もやめよう TOD は。 TOD すんのやめよう君。ちょロトム君やめないか、ちょっとここ時間かけんの。時間かけたとこ申し訳ないけど、中の気の迷いでオーバーヒート押してくんねえかな。俺 HP の総量で、なんだろう、割マックスまで回復できれば総量で勝てるんですよ。PP ガラシかね、 PP ガラシできるか分かんないけど、10万って何回打ってる。絶対15回は打ってないよな。ただもうここさっさとなんかさ変なことしてくれ、オーバーヒートしてくれ。この HP ならいけるやろうっつって死んだわ。ありがとうございました。壁が高すぎる。使った、マジでランク上がんね。勝ってる方が多いのは確実なんだけど、愚痴っても仕方ないな。やるだけやりましょう。
サザントラがいますね。サザントラはいないわ。キリキザンがいますね。頭おかしくなったか俺も。ラプラスさえどうにかしてしまえばリザードンがかなり通ってますね。アーマーガーもまあなかなかだけど、アーマーガーもまあなかなかだな。ドリュリザー何かでもいいかもね。リザードンはやっぱり大草原でドサイドンぶっ潰せるのがいい。ドラパルダはちょっと微妙ですね。受けるのはカットロトム次第、型次第なんだけど、まあまあ厳しいよね。だからドリュリザーでいきましょう。ラプラスはリザードでももちろんワンパンできないから、ある程度丁寧に立ち回る必要はある。ヌオーは無理だな。アーマーガーが一番マシか。ここでいきましょうか。はい、では対戦よろしくお願いします。今回なうっかりアーマーガーをダイマックスさせないようにしないとな。アーマーがダイマックス一番使いたいんだけど、今回リザードンがいるんで、さすがにそれでリザードンをダイマックスさせない選択肢はなしなんですよ。ラプラス初手に来そうだよね。あ、ドラパから来たか。これはありがたい。使うわけじゃなければ岩石封じを押してからのスティルスロークがいいんだよな。ドラパルトも一応少しでもいいから削りたいのもあるんで、ステイドナイトラプラスとかが欲しいから、ここは岩石封じから岩石封じ読み切り刻んとかやめろよ。モンジーアフライヤー焼けんなよ、これ。なんか焼ける芸が最近流行ってるからこれで。おい、これ毎回じゃねえか、ドリュース、お前。いい加減にしろよ、お前。これ毎回じゃねえか。もういいよ、それ。まあ、仕方ねえよな、でも。これ、スカーフじゃなければね、ステルスロックは負けるんで。ラプラス相手だな、これ。ラプラスはアーマーガーで冷たいから、いや、アーマーガーで削ってからリザードンの並びが理想、流れが理想なんですよ。でもこれも難しいかもね。ここでラプラス交換はやってくるか。これ多分ラプラスだよな。だよねー、そうなんだよ、これ。これがね、焼けてなかったら多分これなかなかできないんですよ。これラプラスまあまあ痛いから、技食らうと。でもこれ逆に良かったと考えるべきか。いきなりリザードンだと、いや、これ逆にラプラスさえ削ればリザードン通す動きが作れるから、レード一発ヒットとかはもう仕方ない。それはもう諦めます。それはもう仕方ないんで、ここはビルドアップ。ラプラスがダイマックスしてきたら、ダイマックスターンをうまくからしてリザードンに詰めるが一番いいね。ラプラス直帰だろうけど、ダイマックスがなければこっちの晴れを取り返すことはできないから、大バーン食らわせた後に大草原でぶっ飛ばして大ジェットで加速するっていうのは理想だけど、そんなうまくいくかな。いやでもそれでもきついが、引いてきた。マジか。誰？ドラパルト。いや、いいけど。いや、これもうアマガで詰めに行くべきだな。こうなってくると、ここで文字食らってってのがあるから、いや、これアーマーガーで詰めに行こう。あのラプラスはいいや。もうビルド1回詰めたこと考えると、これドラッパルトアーマーガーで詰めた方がいい気がするわ。相手ダイマックスするのはここだと思うんだよね。レードが当たるのは仕方ないわ、もう。それは諦めよう。ここだよね、ダイマックス。ここだから、これダイマックスしないともう無理なんですよ。こっち受けらんないから仕方ないんだよな。さっきはもう絶対にリザードンダイマックスさせるわって言ったけど、臨機応変に行こう。ここ多分罰間違いなく炎技なんだけど、リザードンに引いてその次の技が相当きついんですよ。だから仕方ないんだよね、これは。仕方ないっつうか、そんなに悪くない選択だと思う。相手のラスト次第だけど、ドサイドンはダイマックスしなかったアーマーガーに多分勝てないだろう。ダイマックスした状態での技とかでアーマーガーを倒せるかもしれないけど、ビルドアップ済んでるし、こっち1回ドサイドンをリザードンのソーラービームで倒す必要なくなったから、これでいいと思うわ。まあこれの唯一の良くない点は、ラプラスの、ラプラスのレードをダイマックスでかわすって動きが取れなくなったのがきついですね。
あとダイバーはもっと後で使ってもらった方がリザードが活躍できた可能性があったけど、まあまあ仕方ない。で大ジェット、はい、あさすがに次で倒せるな。これは次のこの技同じぐらいのダメージなんで問題ないと。でこの状況下だとラプラスの水技も今弱いよね。はい、まあ同じぐらいのダメージなんでこれ食らって HP が半分ちょっとギリギリやな。でこの大ジェットでドラパルトを倒すと。で出てくるポケモン次第ですね。ここでラプラスは多分やってこないと思うけどな。ラプラスもダイマックスもできないし痛いでしょ普通に。バサがロトムが来た場合だな。問題はでもロトム来たらもういいか、多分技耐えるからダイジェット打てばいいか。ダイジェット押して次のドリ口でワンチャン取りに行けばいいや。ドサイドの場合はちょっと悩ましいな。ミメッキュ、ミメッキュか。これはビルド積んでるのか。まあまあいきますね。でダイジェット、剣の舞がうざいぐらいか。いやこれアーマーガーで正解だったな。正解だったけどまだラプラスに負ける可能性ありますね。晴れが残ってればまだリザードンがあのメガネソラビができたけど、もうできないかな絶対。そんなとこ打てる未来はない。スバース上がって剣の前だよね多分。あれですよね、これ取り口で倒せんのかな。危険か。こうやって鍵打ちをしてくる可能性も一応あるっちゃあるよな。てか普通に仮に殴られても落ちないし、ここ羽休めだわ。弾持ってればに弾ため稼ぎたいから。 OK 鍵打ちだった。ありがてえ。これ絶対羽の方が、はい、よしよしよし、これはありがてえよ。むしろビルドの起点にするか、いっそのこと。ここでビルド積めばさらに、あっ、まあ、コースは早くね。まあいいや、勝ったからいいや。ありがとうございました。